どうして大人になるんだろう。どうして子供のままではいけないの。大人の仮面をかぶった子供たちは自らを特別な存在へと誘う。繰り返される歴史、それは過ちだったのだろうか。それは明日を手に入れるための手段だったのだろうか。例えば急ぐ気持ちに押し流されてしまう自分、例えば秘めた思いに苦しんでいる自分、例えば見つけるべき答えを過去に求めてしまう自分、例えば居場所を求め背伸びしている自分、you